幕張パーキングエリアは、千葉市花見川区の京葉道路上にある、パーキングエリア。2008年に、エリア拡張と施設リニューアル工事が行われ、ネクスコ東日本の休憩施設の新形態である、パサールを冠した、パサール幕張となっている。下り線側は2008年3月20日に、上り線側は同年7月30日にリニューアルオープンした。 施設面積ではそれまでの施設から上り線1.7倍、下り線2倍に拡張された。また、一般道からもアクセスできる、要専用出入口が設けられている。ただし、この出入り口は、夜20時から翌朝6時まで上下線とも閉鎖される。京葉 JCT 工事に伴って、鬼高 PA が2012年に廃止されたため、東 PA が京葉道路で、 唯一の休憩所となっていたが、新たに、京葉市川パーキングエリアが2018年4月24日に、共用開始されている。ただし、上り線では現在でも唯一の休憩所となっている。京葉道路の無料通行可能区間の間にあるため、料金所を通らずに、幕張 p a へ無料で訪れることも可能である。パサール幕張7、30グランドオープン。 E14 京葉道路に新たなパーキングエリアが誕生します京葉市川パーキングエリア4月24日0時オープン東日本高速道路株式会社ネクセリア東日本株式会社山崎製パン株式会社株式会社松屋フーズ2018年3月30日閲覧内の数はフレキシブルトイレが男性用になっている場合 内の数は、フレキシブルトイレが女性用になっている場合、混雑状況によって男性用か女性用かが決まる。フレキシブルトイレにも位置あるため、ABCDEFE14、軽用道路パサール幕張新店舗オープン。東日本高速道路株式会社。2020年7月18日閲覧。E14、軽用道路パサール幕張10月14日午前9時。 新店舗オープン、ドラプラ、2020年10月17日閲覧、ABE14、京葉道路パサール幕張新店舗オープン、ドラプラ、2020年5月16日閲覧、ありがとうございます。